減量19日目になりました。僕は今ですね、30日間でどんだけ脂肪を落として生きるかっていうチャレンジをしてるんですけど、前回の動画でチートデイを入れたんですよ。で、チートデイで2時間3時間ぐらいでだいたい 2.2 キロプラス、マジでやばいんですけど、まあ、このチートデイっていうのは一時的にね、栄養をガーンって入れて代謝を高めるという技なんですけど、実際このチートデイでどういった成果が出ていくのか、もう 2.2 キロプラスの状態から何日間かけて、まあ、元の状態からより痩せてる状態になるのかっていうのを今回の動画でガッとまとめてみたいと思うので、よかったら最後までご覧ください。で、チートデイとは別にハイカーボっていう技もあるんですよ。で、このハイカーボっていうのは減量食、まあ、食事は変えないんですけど、炭水化物の量をだいたい3倍から5倍ぐらい、多い人で7倍とか8倍とか10倍とか食べる人もいるんですけど、まあ、このチートデイがちょっと怖いなっていう方はですね、このハイカーボもおすすめなんですけど、チートデイっていうのはもう好きなものを好きなだけ食べる。で、ハイカーボっていうのは減量食を炭水化物の量だけ増やすっていうものなんですよ。まあ、今回はですね、チートデイを選択したんで、どういった成果なのか僕もちょっと気になるんで、このデータ数字を追っていきたいと思います。で、今日は60分間60種目の日なんで、パチパチに追い込んでいきたいと思います。しゃっ、減量20日目になりました。チートデイから3日後で 0.4 キロということなんですけど、実際にはこの3日でマイナスになるかなと思ったんですけど、ならなかったですね。それでチートデイが終わった次の日っていうのは、よっしゃ頑張ろうという感じやったんですけど、2日目と3日目はやっぱりあのチートデイの美味しい思い出がどんどん出てきてですね、めちゃめちゃ食欲が出てきてお腹空いたんですよ。まあ気合で全部乗り切りましたけど、まだ 0.4 キロプラスということなんで、今日中になんとか落としたいと思います。すでに筋トレ動画も投稿してるんで、よかったら隙間時間に筋トレとかを楽しみに。減量21日目になりました。ようやくチートデイからマイナス 0.2 キロになったんですよ。やっぱり4日間かかりましたね。3日ぐらいで元に戻るかなと思ったんですけど、まだ3日の時点ではプラスやって、今日ようやくチートデイから4日後でマイナスになりました。もう1日、明日もちょっと計測してみようと思います。今日はヒートの日なんですけど、最近体がマジでめちゃめちゃ軽くなってきて、だいたい動画の速度の 1.5 倍ぐらい動いてます。またこの30日の減量チャレンジが終わったら、ヒートの動画とか今めちゃめちゃ作りたいんですよ。結構新しい動きとかも見つけたんで作っていこうと思うんですけど、めちゃめちゃハードなやつがなんか作れそうな気がします。じゃあ早速ヒート腹筋ヒートやっていきます。おら、はい、減量から22日が経ちました。ということで、チートデイから5日間経ったんですけど、チート前と比べてマイナス 0.4 キロとなりました。どうなんでしょう、チート前に1回ちょっと体重が上がってた時があったんで、なのでそろそろチート入れてみようかなっていうのもあったので入れたんですけど、落ちるスピードで言うと、まあ、チート前、なんていうか減量初期ぐらいガーンと落ちてるのかなと思います。で、まあ、今回ですね、チートをして戻るまで5日間経ったんですけど、まあ成果としてはチートで入れてほんまに良かったなと思います。実際チート入れてなかったらどれぐらいまで下がってたかっていうのを今回は検証してないので、まあ、ちょっと比較することはできないんですけど、まあ今結果としてこういった形になってます。で、最近ですね、親子丼にハマってて、鶏むね肉、そして卵、そして玉ねぎを使って親子丼にしたり、朝は自家製サルサソースをつけた卵焼きなんですけど、で、続いてこれがチゲなんですけど、最近やっぱね、こう減量中ってどうしてもこう香辛料の強いものとか辛いものとかはめっちゃ欲しくなるんですよ。
なので、まあ、こういったのを食事食べてるんですけど、一応毎日の食事っていうのはインスタグラムの方に毎日投稿してますので、この30日間は毎日投稿しますので、もしよかったら気になる方は食事、あとは PFC バランスとかも載せてるのでチェックしてみてください。ということで、残り減量も8日8日となりましたんで、マジでここから頑張っていきたいと思います。